落ちた。早いよドン。これがおとんの生き様かよ。確かにだよ。鏡あっ、パスするには間に合わない。じゃあ何を打てばいいんだ、何をすればいいんだ我々は。玉出会った時の電撃に俺は感電してた。ずっと探してた女神にやっと出会えたよ。何を打とうかね。でもパチンコも結構な稼働だね。どうしよう。いやでもグーパチなんとか当てたいから。で俺は行くならミドル行きたい。ミドル行きたい。俺はミドルか。まあ俺は無双か。無双3人は並べないね。無双だな。まあでもどの台も並びでは難しいそうじゃないか。姉ちゃんどうするの？私はライトミドル行こうかな。分かった。じゃあ俺とおかんは無双で頑張る。何やつ？無双行きます。ダメなのか？いいだろ。いけるのかって。いけるよ。いける。私はライトミドルに行こうかと。当たらなきゃダメだから。もうな、そうな、空いてないから。分かれようか。はい。いや、シンフォギアだなやっぱ。今日当たってない方にするか。よし、いや、こっちにします。今日は一回も当たってないシンフォギアで最後頑張りたいと思います。こっちいたいこうか。無双5000円一発勝負でいくぞ。うわ今日まだ一回も当たってないこの台。654。あー、ちょっと外線天井3連は痛かったですね。厳しい。世間の風は厳しい。風当たりがきつかった。トイダーは319でね、50% で確変右打ち突入ね。通常引いてしまうともう時短も何もないと。結構白黒はっきりしているスペックですね。右打ちいくと正面上は 91% か継続のそのラッシュに入るんですけど、その内角には 70% の中性に2回すると。今1ラインストップになりましたけど、リーチが4ラインになるとメタメタするんですよ。今2ライン。あ、これセリフは赤。でバーストさあ来た。で3ライン1ライン増えました。もう一個さ増えると、まだセーフは赤いぞ赤いぞ赤いぞ。バースト来ない来ない。ただセーフが赤いんだよな。残り15。ちょっと待って待って待って、これあるぞ、これあるぞあるぞあるぞ、全然あるぞこれ。ちょっと待って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 、これあるぞあるぞ、全然あるぞこれ。今日ここまで多分一番熱いぞこれ。頼むマジ頼む。これレベル3までいくと相当熱いんだけど、あーレベル上がんない上がんない。ちょっと待って、今レベル1レベル3なのよ3なのよ。おい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 、あーいった、レベル3までいった。これちょっと待って、もうめちゃめちゃ熱いんだけど、これむしろ当たってみたいと困るんだけど、これあるぞあるぞ、マジであるぞ。さあテンパー5こうしようあるでしょ。さあパチンコよしと1000円。おら来たー、おらほらてめえをならよしよし、オッケー当てたぞ当てたぞ。これ1000円使ったら相当し2万5000円。よしよし。ただ問題はこっからだ、こっからだ、ラッシュに入れられるかどうかだ。さあ問題はこっからだ。よしよしよし、とりあえず第1関門はクリア。さあもう一つよもう一つよ。あたー当てたよ当てたよ1000円で当たってる。ただその 50% のラッシュ入れないとまだわからないまだわからないまだわからない、消化してから。さあここよお願いします。最初のニーズになりなさい。頼むぞ頼むぞ頼むぞ。さあこのあとこのあとだぞこのあと。赤まで行くとめっちゃ熱いんだけど、基本緑なのよ緑なのよ緑。さあチャンスアップパターンはないけれど、あいったー言いづら言いづらくなったぞこれ。これ言いづらくなったよ。ああダメだったよ。ちょっと落胆してるとこごめんなさい。お金をあと1枚だけあと1枚だけこんな時にごめん本当にだいぶごめんごめん当てろよが、うん、やるもう何回何回お金を借りに来るな、今日はもう。最低じゃないか、もう。79本はなかなかない。お、手紙保留です。そうでもないか。あ、全然熱くないか。そんな簡単に当たらないでしょう。はい。黙れと言っている。大道星2つ、ガチャ決断星1つ、ダメ。今度はおえー、ああ8点、またリーチで打線最高。お前は戻ってみんなを守れ。あの荒波を追い出す。お前の人気を信じろ。難民キャンプ防衛、ゴルフサムランを撃退できれば大当たり。避難所には行かせない。さあどうだ、さあどうだ。ほとんど減ってねえな。減ってないな。おお、半分も減ってない。少しじゃねえよ。討伐しろ。319なんだよ。319だよなこれ。319の方だよな。ライトみたいなのもあるんですけど、これ319の方ですよ。まあまあ稲ちゃん当たりました。持ち上がり当たりました。なんださっきまでのカステラオイ何だったんだよ。さあ2回目のハザルドって、ここはちょっと入れようマジで。いやー、ここ緊張するなー。ラッシュ入るかどうか、加点入るかどうかで全然手汗びっしょりかいてるんですね。ジリウスの目覚めが近いのです。さあダメージでもできるとこちょっと見せてやろうじゃないか。ここでマジでさっきは連打して緑、青のままあるいは赤にいったらめちゃめちゃ熱い。さあ緑いった、緑いった、ああ赤いった、赤いった、赤いった、これは熱い。親父の意地を解くと見やがれ俺。よしグー、いくぞこっから。よし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 。さあここから 91% 継続。まあ、ここは通常に行こう、通常に行こう。あれ、マルルーカやべえやつ。よしこれは1回一発目の 70% で当たったってことです。その調子です。4ラウンド、7ラウンド、10ラウンドってあるんですよ。でそのまあ3ラウンドまあ3つ、要はそれで10ラウンド引いた場合にはこの中では3連チャンに見せると。今のは4ラウンドでした。でここも当たった。今も一発目 70% で当たったってことです。まあでも 91% なんでなかなかそうは簡単に終わらないですよ。これは大丈夫ですよ。よし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 、いいぜいいぜ。終わんね終わんね終わんね、終わるわけでこんなもん。ラウンド振るわけでいうと4ラウンドが 70% で残り 30% を7ラウンドと10ラウンドで分け合ってると。今エクストラボーナスで あるんで結局この後沖縄要は7ラウンドか10ラウンドを引いたという。ああクワドルから大丈夫大丈夫大丈夫。ことは今一発目 70% で外したんです。でもう一回 70% 抽選があると。こんなところで終わるわけがないよ。さあ行くぜ。さあてっぺんでドーンとほら来たほら来た。でここは2回目 70% で当てたと。4がぶっ壊れて7になったってことはさあ10ラウンドか。奇跡も魔法もないんだよ。野球でもしてくっか。1000円で当たった、1000円で。おとん頑張れ。当たり前は任せろ、任せろ、おなら。頑張れ頑張れ、おとんかっこいい、おとんかっこいい。じゃあ俺野球投げてくるね。野球してるから。うんうんうん。まあまあいい。もう子供2人はいい、やめていい、あと俺に任せろ、大丈夫。なら大丈夫だと思うんだけど。うわ、ちょっと待って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 。さあ1回目の抽選外しました。さあ2回目。大丈夫かこれ。ちなみに今持ち球5000発、まだ自分の分も返ってないよこれ。嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ。ちょ待って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 。いや全然早いよ、まだまだ早いよ。あーうわーあー、危ねー。勘弁してくれ。これが実力だな。今なら基本安心なんだけどな。よし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 。すごく良かったよ。強力な変色ババンスを確認。何もちょっとまず丸いとか言うんすよ。こいつはやばい。おいおいおい。ちょっと待って待ってちょっと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 待って。危なくねこれ。頼む。おいちょっとマジか。おいおいあっおおちょっと心臓に悪いよこれ本当に。あ腕を上げたな。ここは7ラウンド引いたっぽいですね。10ラウンドでした。おい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 またマルドゥフか。あれでも数字が赤いな。よしまた丸ですよ。さあスピントは通常の黄色。さあ2回目の抽選、大丈夫かおい。いや大丈夫大丈夫、いけるいける。おいちょっと待ってか、ちょっと待ってか、ここここここ、あで出ない、復活出ない出ない出ない、終わっちゃった、終わっちゃった、マジかー。だけど自分の分を取り戻したところでレンチャン終わってしまいました。まあ、少しは負けを減らしたということで、ね、ここで終了したいと思います。いや、言いたいことあればどうぞ。言いたいことがあります。何本当にすみませんでした、うん、本当にごめんなさい。姉ちゃん謝ることないよ。お前言うことねえのかよ姉ちゃんのフォローしてる場合じゃねえよ。なんだよ、お前言うことねえのかよ。ごめんなさい。バカ野郎、ごめんなさい。本当にてめえらしょうもねえな。ごめんなさい。ごくつぶしがただ飯ばっかりやがって、そんな言わなくてもそんなことないだろう。お前らを産んで育てた理由は金を持ってるんだよ。それなんだよ。お金しかないのねえよ、そのつながりは。あと家事俺プラったよ、最後ゴッドイーターで見てました。さすがだなって思って。なんでおいお前クソってなんだよ。一緒にされたぞなあ。クソってなんだよ。なんかこの音には負けたくなかった。そうだね、確かに。ありがとう音、本当にありがとう。さすがだね。少し軽くなってな、傷が浅くなったよな。本当に本当にありがとうございます。俺から逃げんな。音と隣だからもしかしたらダメなのかもしれないじゃないか。すぐ逃げようとすんだよ。だって俺に置くから、俺の意思で動いたら良くなったもん前回。じゃあいいよ、自分の意思動いてみるよ次。ああそうするよ、うん、その横に行くからな。なんで来るのかよ結局隣に来るのかよ。でも1回ぐらい3人並んで打ってみたいね。そうだね、そうだな、そうだなじゃねえんだよ。形が見えんだバカ野郎、お前引っかかったなお前遊ぶために言ってんじゃないんだぞお前。分かってる、それは分かってるよ、分かってる。とりあえず結果発表しようよ。いいよもう女言って結果じゃあ言ってやろうか。クソ負けだよ。大体総投資だって、いくら使った？お金言ってみ、いくら使った？88本。88、俺25。3じゃねえか、30だろ。過少申告じゃねえか、30じゃねえかも。30だよ。で帰ってきたのが870。俺が大体まあコイン換算1500枚ぐらいなんで、鼻くそみたいなもんだな。だからまあ俺がほとんど行ってこいなんだから、2人の使った分が大体。ってことはトータルの投資がいくらなんだっけ。お前細かいで意外とすげえ負けたよ。すごい負けた。5000枚ぐらい。5000枚大体10か10か100。そう10ってなんで100だろ。100かしょうがないだろ、学校にあんまり行かなかったんだから。だよな、次こそ買って靴下買ってやっからな。そうだね、雨はもう2年半履いてるんだから。パンツも買ってくれ。分かった、パンツ剥がしてやってよ姉ちゃん。ペロの靴下と姉ちゃんのパンツを買えるように。はい、次回頑張りましょう。頑張りましょう。帰ろう帰ろう帰ろう。ご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。